はい、こんにちは、似顔絵作家のさえこです。6月16日から19日までワールドワンフェスティバル2022があります。今日は作家のマーコの、イベント紹介になります。それでは今からマーコさんをお呼びします。皆さんも見てください。どうぞ。はい、作家マーコです。こんにちは、マーコです。よろしくお願いします。ワールドワンフェスティバル2022なんですが、はい、マーコさんは何日に出られますか？私は6月18日の土曜日に、出ます。お、土日の土曜日ですね。土曜日です。ちなみにどんなことされますか？はい、私は僕のイラストという、イラスト、イラストを描かせてもらいます。おー、結構ミニマムサイズで可愛いですね。そうです、正方形のこんなちっちゃいサイズです。手のひらサイズの、可愛い、僕のイラストとは何ぞやですか？はい、僕のイラストとは、はい、僕のイラストとは、私がこのリリースしている僕のという、子どもの成長記録、お父さんお母さんの、子育ての記録の、似顔絵があるんですけど、これを僕のって言うんですけど、この僕のに書いてるこの思い出のものたち、お気に入りのものたちを今回は切り取って、こんな感じで、イラストにさせてもらいます。かわいい。ってことは、好きなものを書いてくださる。そうです。今回は似顔絵ではなくて、お気に入りのもの、あ、そうですね、はい、を描かせてもらいます。服とか、うん、カバンとか、あと大好きなぬいぐるみとか、そんな感じです。いいですね、はい、ものだったらもう何でもって感じですかね。そうですね、ただちょっとこうキャラクターものとか著作権のあるものに関しては、あのだいぶマーコ的なイラストに変化しちゃうんですけど、まあ、基本的にお気に入りのもの何でもお書きしますという感じになってます。おー、ちなみに、はい、この中には一つだけ、うん、あ、そうです、はい、お気に入りのもの1個を、絵に描かせてもらいます。あ、でもこんな感じで、うん、あのちょびっとネックレスとドレスとかぐらいだったらいけるんですね、うんうん、あ、そうですね、もうこれは、うんうん、あ、これウェディングドレスなんですけど、まあ、ドレスの一部として描かせてもらう感じになるかな。ちっちゃく落書き程度になったらちっちゃいもの描けるかもしれないんですけど、はい、まあ、一応モチーフは1個わかりました、はい、1個でお願いします。このお花もつく。そうです、このお花はマーコチョイスで、描かせてもらってます。いい、これ見えてるかな。確かに今日はポカポカを外でやってる。そうです。のどかのどか。なるほど、はい、僕のの中にもお花が入ってるので、それもあれですね、なんか共通されてていいですね。そうです、可愛いお花をお任せで描かせてもらってます。いや、素敵。マーコさんのあの普段の似顔絵にも結構僕の以外でもお花入ってるじゃないですか、うん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 、私マーコさんの描くお花すっごい好きなので。あ、嬉しい。特になんかポピーみたいなこういうやつよく描くじゃないですか。ポピー、ポピー、うん、あれめっちゃ可愛いから、うんうん、いいですね。はい、それが描かれるかもしれないし、なんかこう色に合わせて背景も、僕のが4色背景、あの選べるんですけど、それと同じく4色選んでもらえるようにするので、それに合わせて、とかモチーフに合わせて、お花とか、まあ、植物描かせてもらおうと思ってます、うん、なるほど。ここのメッセージも入れられる、うん、これは、はい、このものの名前をちょっとちっちゃく入れてて、母の手作りドレスって書いてあるんですけど、これはちょっと手作りのドレスを着られてた、うん、あの作家のあんちゃんのドレスなんですけど、うん、はい、あんちゃんのドレス、お母様が作ったドレス、思い出のドレスを描かせてもらったので、母の手作りドレスっていう名前も入れてます。かわいい、いいですね、うん、じゃあ本当にもう僕ののミニ版ですね。うん、そうです。人の入ってないものだけの僕のイラストって感じです。すごい。ちなみに今回のこのイベントがあるってなって、うん、なんでこの似顔絵とかじゃなくて、うんうん、このこれにしようと思ったんですか？私一番、うん、
人の顔を描くのがやっぱり好きで、うんうんうん、あのなので多分似顔絵作家になったんですけど、はい、けどその僕のを描いて、人を表す、その人を表すものが、うん、その人自身のお顔とかだけじゃなくって、うん、ものも、その人のこの個性を表すものなんだなっていうことが、うん、あの気づいたというか、うん、そういうものとして描ける、あの絵を描けるようになったので、うん、今回はその人ではなく物を抜粋して、うん、お客様のそのお気に入りのものを描かせてもらえたら、楽しいなと思って、ちょっとまあ新しいチャレンジみたいな形で描かせてもらおうと思ってます。いやすごい。なんかその18日は、うん、18日自体がテーマが物じゃないですか、うんうんうん、あの作家さんたちはもうみんな、うん、物で集まったから物にしようってわけじゃなくて、うん、みんな物書こうってとこから、うん、あ、そうそうそう、たまたま物を書くメンバーが集まったって感じ。いやそれすごいですよね、うん、なんかみんな似顔絵作家なのに、いやそうそうそう人を書かずに物を書くっていう、そう新しいなと思って、うんうんうん、そうなんです、あの人以外のものでその人を表せるねえっていう、ちょっと新しい試み。いや本当に似顔絵のなんかさら、うん、なる一歩をこう踏み出した感じの、そうです、いやすごいめっちゃ楽しみですね、うん、しかも今まであのすっごい過去マーコさんイベントとかにも出られてたじゃないですか、うんうんうん、でそれ以来じゃないですかおそらく、うん、そうそうだね、人前でされるの、うんうん、でそれでかつこれじゃないですか、うん、結構レアですよね確かにめっちゃレアそうなんですよ、なんかあの好きな、うん、自分の好きなものを喋ってる人の話聞くのがすごい好きで、うん、なんかいいかもしれませんしね、そうそうそう、うん、好きなもの喋ってる人ってすごいキラキラ好きなものの話してくれるから、はい、なんかその話聞くのも好きで、うん、イベントって対面なので、うん、あのやっぱ直接その人の、お話聞きながら好きなものを語ってるその人を、見ながら、お気に入りのものを描くっていうのはとても楽しいんじゃないかなと思ったので、まあ、そのお写真をもらって描くっていう普段の通販っていう感じじゃなくて対面イベントだからできる、こうあえての、いや本当ですね、うん、なので好きな話をしてほしい、好きな話というかこの大切にしているものの話をもうあの恥ずかしがらずにマーコに話してほしいなと思ってます。うん、ここにチョイスするぐらいだから結構なこう、うん、思い入れだったり好き具合がありますよね、うんうん、おそらく。そうそうそう、絶対このなんか思い出のあるものとか、まあでも気軽にそう迷うと思うんですよ、1個だけなんで。確かに。なのでなんかあのそのものとの思い出でもいいし、うん、なんでこの一点をチョイスしたのかでもいいし、うん、あのちょっとなんかこうすごい今こんな風に言うとすごいこと喋らなきゃいけないんじゃないかって思われたらあれなんですけど、そうそうそう、気軽にね、なんでもいいんですよ、あの理由は。ただなんかそういう話をしてる人の話を聞くのが好きだし、なんか物にもその人と同じように思いを込めて書けるっていうのが最近楽しくなったので、あのそういう時間を共有したいなと思って、お、はい、この物を書くのを選びました。いやすごい。じゃああれですね、うん、なんかこう事前にこんなもの書いてほしいなっていうのは、うんうん、なんとなくイメージして、あ、うん、もし実物で持ってるものなんやったら、うんうん、写真撮ってきてもらった方がいいってことですよね。あ、そう、ご予約の時に、お伝えしてるんですが、はい、実際そのものが、まあ、持ってこれる大きさのものだったら、うん、ものを持ってきてもらってもいいし、うん、その写真を撮って、持ってきてもらいたいです、うん、あの言葉だけ言われるよりもやっぱ実際のものをかけた方がいいの で、 で、ね、確かに、お写真か実物のものをぜひ持ってきてください。いやーめっちゃ迷うやろうな。迷うよな今私何書いてもらおうかなって思いながらあれしてましたけど、うん、1個、うわ超迷う、本当に迷いますなんか自分のものも書いてほしいし、うん、娘のものも書いてほしいし、あ、っていうので、うんうんうん、1人何枚でも頼めるってことですか、お一人3枚までこう、うん、絵に描くのは
お一つずつなんですけど、お一人3枚まで予約してもらえます。おお、じゃあ私は私のと娘と旦那さんの分もお願いしたいですって言ったらできるってことですね。うんうん、そうです。へえ、ちょっとあの予約枠が予約がいっぱいになると抽選にはなっちゃうんですけど。そうですね、確かに、うんうんうん、確かにそうですね。ああ、わかりました、ありがとうございます。ではでは、あ、ちなみに、うん、まあでも当日になったらわかるのか、この背景の色は、うん、具体的に何色の4色なんですか？ポピー、セージ、ラムネ、コットンっていう、ちょっとこの言葉だけ言うとわかりづらいと思うんですけど、一応その色見本みたいなのはあのお見せして、どれがいいですかって聞こうと思うのと、はい、あとちょっとこうどの色もいいなって悩んでる方はマーコにお任せしてもらったら、モチーフに合わせてあの色を選ばせてもらおうかなと思ってます。なるほどですね。じゃあそれも当日いろいろ選んだり、はい、うん、話しながら決めていくって感じですかね。うんうん、そうです。なるほど、楽しみですね。うん、知りたい、お客様がどんなものをなんかあれしてくるのか、うん、どんな話をするのか、どんなものを選ぶのか、私もすごい楽しみですねえ、うん、いやー素敵ですね。しかもこのサイズだからこう結構飾りやすくてもいいですね。あ、うんうんうん、そうそうそうなんですよ。ちょこんとこう置いたり、普通に写真の横とかにも置けるし。そう、確かに、ね、なんかあの僕の自体は子供の、はい、成長とかその子育ての記録としての絵なんですけど、今回の僕のイラストは特にそのお子様のものって限定してるわけでもないので、うん、この描いてるサンプルみたいに、うん、ドレスとかタキシードをこう、うん、お一人ずつ描いて、うん、結婚式の受付に飾ったりしても可愛いと思うし、うん、あ、可愛い、うん、なんか例えばお母さんへのプレゼントに、なんだろう、自分とお母さんの思い出のものをあげてもいいと思うし、友達に、なんかこう友達にもらったプレゼントとか、確かになんか何でも誰への、プレゼントでもいいし、自分の、絵を描くときにその子供とか関係なく自分の大切なものとか、うん、お気に入りのものを選んでもらったら大丈夫です。うん、ありがとうございます。はい、すごい迷うより迷う一個ね。ね、一個ね。個ね、はい。わかりました。ありがとうございます。はい。ではここで、うん、最高的目線の、うん、マーコ堪能ポイント3つ。完全私の主観ですよ。はい。お願いします。言いたいと思います。はい。マーコさんを予約される方は、うん、事前にこの情報を知ることによって、うん、マーコさんと、あ、マーコさんとの時間ってその時間しかないので、うん、マーコさんとの時間にこういうこと話したいなとか、うん、絵だけじゃなくてその時間も楽しんでもらいたいので、うん、おせっかいおばちゃん的な感じでマーコさんを初めて、うん、お会いする方とかには特にちょっと事前に知っててもらいたいポイント3つがございます。うんうん、イエーイ、お願いします。はい、第1、その1、まずは、何をもう一番ワールドワン歴が長い作家さんなので、絵を描いてる歴もそうですし、うん、ワールドワンのこともそうですし、もう全てを知り尽くしてますよね。うん、そうと言っても過言ではない。で、あと作家さんの育成とかにもかなり携わってたりだとか、うんうんうん、マーコさん自身がこういうほんわかされた綺麗な色の、またこれがね、ちょっとまたそれも後でいいんですけど、うん、マーコさんオリジナルな色がすごいんですよ。うんうん、で、マーコさんの好きなものがたくさん詰まった色と線と、うん、描き方で描いてらっしゃる作家さんなんですけど、いろんなタッチの作家をこれまでにも見てきているので、なんかこう私の中では絵の世界のこうなんつうんだろうな、見てきたもの、知ってること、これまでの、なんか、なんて言ったらいいかな、ワールドワンの歴史もそうだけど、うん、なんかこう、私たち以上に話せる話が多そうだなと思っていて。おあるかなあげるね。あげるね。あるある。そうですよね。うん、
なんかワールドワンの例えばあのすっごい軽い話から、うん、あの私たちのこだわりまでもそうだし、うん、マーコさん自身のこれまでの歩みもそうだし、うん、なんかすごい私自身がお客様だったらそこにすごく興味があるというか、うんうん、マーコさんがどういうものを見てきて今この絵を描かれてて、なんかこうそういうのをちょっと聞いてみたい、教えてもらいたい、うんうん、ワールドワンの歴史、マーコの歴史、うんうん、そうそうそうですそうです、15年なので、そうですよね、うん、いや15年なんですよ。でワールドワン自体が18年とかですよね、うんうん、ぐらいかな、確か、うんうん、なのでほんとほぼほぼ全てを見て、うん、今ここにいらっしゃる方なので超おつぼねですね。いや超おつぼねです、本当に本当に、しかも作家育成、ね、今いるメンバー全部関わってますよね、ほぼ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 ね、あの育休の時とかじゃなかったら、そうだから、あ、でも最初の方は藤井さんとかグリコとかは違うかな、藤井さんとかは違うか、うん、でもずっとその彼らたちが入ってきたところからもマーコさんは見てらっしゃるので、うんうん、全てを見てますよね。はい。全てを見てます。いや、だからすっごい興味あると思って。うんうん、なんか人柄の部分もそうだし、うんうん、絵の歴史もそうだし、うんうん、そういうところは本当にマーコさんにしか聞けない話だなって思うので、うん、なんか絵に興味ある方とか、うん、もちろんワールドワンのチーム自体を好きでいてくれる人もすごく多いので、うんうん、なんかそういった方はぜひマーコさんとお話ししてもらいたいなっていうのもあって、うん、なんか絵ももちろんなんだけどお話目的でも会ってもらいたいなっていうのも私のちょっとおすすめポイント。あ、ぜひぜひ。もうすごい、しかもマーコさん自身はちょっとポイント1とずれちゃうかもしれないんですけど、結構おしゃべり好きな方なのであのおしゃべりしだすと、うんうん、私なんかは永遠しゃべれる方なんですよ。そうだね、ずっとしゃべってるよ、ね、そうなんです。だからなんかこう楽しくずっとその時間過ごせる、うんうん、過ごせるよっていう、もう言い切れるぐらいの楽しいよってこれもポイントなので、うんうん、はい、なんかそういったことも含めまずおしゃべりと、まあ、これまでのこととかこの絵に行き着いたこととかいろいろ聞いてもらいたいなっていうのが第一でございます。ありがとうございます。はい、で第2がですね、マーコさんは、育児をされてるママさんで、うん、当日もおそらくファミリーの方もいらっしゃるでしょうし、うんうん、この僕の自体もマーコさん自身が、まあ、あの子育てしてきて断捨離できなかったものとかそういうものとかも書き留めてきたりマーコさん自身が、育児漫画も書かれてて、うんうん、結構こう育児のもう赤裸々な部分もたくさんこう描かれて、そして時には人に喋り、私もそうですけどすごい救われたりだとか、うんうん、あ、先々そういう風になるんだったら今は大丈夫かなって思えたりとか、なんか育児の相談もすごくできる方だったので、うんうん、今もそれに救われてる部分もあって、あと母ならではの大変さとかそういうところとかも一通り今味わってこられてるナウな方なの で、 です、ね、はい、6年、うん、6年目、母6年目です。はい、小学校に上がりたての息子さんがいらっしゃいますの で、うん、そうです。もうそういったところとかもいろいろお話できるだろうなっていう、うんうん、でこのモノイラストにしたのも、うん、そういう子供との時間があるからこそもできた僕のっていう作品なので、うんうんうん、きっと話の流れ的にもそういう話に自然となりやすいかなっていうのがあって、うんうん、話したいね、ね、うんうん、話してもらいたいです。はい、マーコさんもきっと聞きたいでしょうしね、うん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 、聞きたい、はい、なので子育て話もできるということですね。はい、はい、でその3がやっぱりなんといってもこの絵柄です。うん、なんか私の中ではマーコさんって、うん、マーコさんが描いているところを生で見れる機会はさっきも言ったんですけど、うん、この日が結構レアだなと思ってて、うん、今後も定期的にイベントは開催するとは思うんですけど、うん、やっぱり僕ののミニシリーズみたいな感じで出されているので、うんうん、この僕のを描いているところを言ってしまえば見れる、うん、と言っても過言じゃないじゃないですか、うんうんうん、なのでなんかその工程を見れるのとかも結構貴重だなと思っていて、う
絵の具とかも色とかも結構こう、うん、事前にマーコさんチョイスの色で合わせられてたりとかするので、うんうんうん、なんか混ぜて、そうそうなんですよね。そこ私ワールドワン入って、うん、結構目から鱗だったんですよ。すごいと思って混ぜてるんだ。そう、混ぜて作ってるんやん。しかもそれを瓶にこう保存して、グリコさんもそうですけど、うんうんうん、いやあれがすごいなと思ってて、うん、なんかそういうところとかも、うん、こう実際の画材とかも見れるし、うんうん、あとこのこっくりカラーと、うん、であとはなんといっても描くもののフォルムが可愛い、その絵の描き方とかもいろいろ聞けそうだなっていう、このデフォルメして描いてる作家さんってワールドワンの中に結構貴重な方々になってきてて、昔はすごく多かったんですけど、今こうその人のタッチで落とし込んで描いてるのが結構限られてるじゃないですか、うんうん、マーコさんと渚と、まあ、みんなやっぱこうそのタッチにはなってるけど、うんうん、こうギュッと、あ、そう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 、なんて言うんだろうね。そうなんです。もう完全にこうあの写真パシャって撮ったものが、うん、そのままこう落とし込んでるっていうよりかは、うんうん、マーコフィルターでこっちに落とし込まれてるみたいなのが、うんうん、キャラクターっぽいというかね、うんうんうん、そういう感じになってるのは確かに少ないかも。そう、で、うん、それがすごい私の中では難しい技術だなって思ってるんですよ、うんうん、なんかそういう風なところとかもちょっと聞いてみたいし見てみたい、うんうん、一からっていう風にずっと思ってたので、うん、羨ましいっていう。ただ単に何の話。本当だ、何の話。似顔絵の話だね。私が見たいっていう、はい、今回似顔絵は描かないそうそうそう、でもあのこのフォルム、うん、ものを描くにしても、はあるかもね、はい、うんうん、全部全部とにかくマーコさんなんですよ、うんうん、あのそれが人じゃなくてもものでも、うん、なのでなんかその辺がやっぱりあの長年描かれてきた自分のタッチで描き抜かれてきた方の線だしフォルムだなっていう風に思ってて、あと色味、うんうん、なのでそういったところとかも堪能していただきたいなと思ってます。結構唯一無二感が私の中では強い作家さんだなって思ってるので、うんうん、嬉しい。はい、それを生で感じていただきたい、うん、あともう3つ終わっちゃいましたけど、うん、もうなんといってもあとは雰囲気ね、もうマーコさんの最高でございます。あって確かめてください、はい、もうとにかく温かいし喋、うん、りやすいし、うん、あのすごくほっこりされてる方なのですごいあのだんまりにはならないし、うん、あ、まあ、だんまりする時間もあるんですけど、うん、それがこうなんか心地よいというか、うん、これが自然体なんですよね、うん、なのでなんかこの居心地まさにこのそよ風のような居心地の良さ、もう本当体感していただきたい。もうワールドワンの母なんです、うん、みんな大好きで、なので会える機会はこの日しかないので、うん、ぜひ全体的にマーコさんの人柄と絵を感じていただける日になって、思い入れのある一枚になってくれたらいいなって本当に思ってます。嬉しい、はい、ありがとうございます。いっぱい褒めてもらったやったはい、あ、そうや、あと海外とかも行かれてたりとかね。あ、昔ね、そう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 、旅行大好きだったので。そう、旅行大好き、うん、そういう話もできますし、うんうん、はい、絵描きに行かれてましたもんね、うん、武者修行そうそう、その話もすごい気になるはい、という感じで、うん、もうどん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 いろんなマーコさんのお話が出てくると思うので、皆さん時間を楽しんでください。はい、はい、じゃあ最後にマーコさんから何かありますか。はい、絵を描きながら久しぶりの対面イベントなので、絵を描きながら楽しいお話がいっぱいできたらなと思います、うん、はい、はい、お待ちしてます。お待ちしてます。改めて6月、18日土曜日、はい、朝10時からですね、うん、はい、マーコさんの、イラストが、やっておりますので、皆さん楽しみにしててください。僕のイラストです。はい、僕のイラストです。お待ちしてます。